どうも風名町応援芸人の初恋クルマニオン新本です。お願いいたします。さあ、今日はですね風名町のグルメ飲食店を、紹介したいと思います。こちらでございます。 3S バーガーさんでございます。ここは僕も何度か行ったことありますんでめちゃくちゃおすすめでございます。さあそれでは早速行ってみましょう。どうぞこちらこちら。あ、お久しぶりです。吉野さん、はじめましてじゃないですよ。何回か会ってますので、いや、ちょっとおすすめをね、聞きたいんですけど、はい、どれがいいですかね。おすすめはこの 3S バーガー。あ、3S バーガー。これはどういったところがおすすめなんですか。こちらも一番人気の、看板メニューです。あ、創立時代からずっとある看板。創立、どれぐらいですか、創立。7年。7年。あ、じゃあもう7年前からの看板メニュー。一番最初に。はい、ハンバーガーこれしかなくて最初この一品とか増えていったから。じゃあやっぱり創立当初のそうですね、看板メニューの 3S バーガーお願いしていいですか。はいはい、吉野さんお願いします。ありがとうございます。はい、これちょっと見てください。これハンバーガー、これなもう何段重ねかというぐらいもだいぶね高さもありますけども、あとは見せ方ですね。素晴らしい、見せ方も最高です。これはお肉とかは何が入ってるんですか。まず上からベーコンですね。これは桜シンプラちょっといぶして香りをつけて、はいはい、カチェダーチーズにパテが 130g です。玉ねぎも何も焼いてない生フレッシュの玉ねぎ、トマト、レタスですね。なるほど。下にソース類が、はい、引いてあります。なるほど。これちょっとじゃあいただいていいですか。でもそのままかぶりついてもいい感じですか。取ってるんです、ね、取って、スッと取ってそのままこれ取っていいですか。そうですね、袋を塩がこぼれないように、はい、いただきます。うん、全部いっぺんに楽しむっていうのはちょっと無理があるんですけど。そうですね。なのでちょっとずつ食べていくと。でも美味しい。うん、もううまい、うん、まだベーコンたどり着いてない。もうちょいですね。そうです。うん、ほんとだ。またベーコンがでも全然味が変わりますね。そうですね、ちょっと鼻にこうスーッとベーコンの香りが抜けると思います。うん、なんかいろんな味楽しめますね。そうなんですよ、はい、ベーコンがなかった時でもそれでも全然美味しいですし、ベーコンあった時はまた燻製っぽい感じのやつが、はい、そうですよ、燻製のいい香り、いい香りがしますね。うわ、美味しすぎても面白いコメント全部飛びましたね。もっと面白いコメントバンバン言おうと思ったんですけど全部来ておりました。でもまあジューシーですし噛み応えもあって、これ一食で全然満腹感もありますし、でも女性でも全然食べれますね。そうですね、うちのコンセプトはその、うん、ちっちゃいお子さんから女性の方、はい、まあちょっと年配の方も皆さん美味しく食べれる、最初から最後の飽きないで食べれるコンセプト。パンもサクサク、パンも紅も練り込んでちょっと紫っぽい色がしてる。ちょっと紫がかかってますね。これは紅もパウダーを練り込んだバンです。毎朝焼いてます。まあ、これがまあ看板商品ですけど、はい、これ以外でなんか賞を取ったやつとかもあるらしいんですけど、はい、まあ、改めてね、はい、この 3S バーガー看板メニューが美味しいっていうのをちょっと発信させていただきますので、よろしくお願いいたします。いや、めちゃめちゃ美味しいんで、ぜひね、食べてください。さあ、というわけで 3S バーガーさんいかがだったでしょうか。他にもですね、奥さんがスコーンとかクッキーとかを今日作ってね、毎回やって、まあ、今日はね、だいぶ売り切れたみたいなんですけども、やってそういうのも置いてるみたいなんで、あと美味しいハンバーグももちろん食べられますんで、ぜひね皆さんこちらの方遊びに来てください。風名町からでした。さよなら。